どうも中島です。今日の動画はブログ初心者は超特化ブログを作れというテーマでお話をしていきます。収益化を目指す人に雑記ブログはお勧めしません。収益化目的なら特化ブログ一択です。子育て、結婚、英語、不動産、ダイエット。そんな特化ブログを作っている人も多いはずです。最近は特化ブログでもうまくいかないことが多いです。理由は大手企業の参入です。結婚特化ブログを作ったとしてもゼクシーとは戦えません。 個人のブログより誰だってゼクシーを参考にしたいと考えるはずです。信頼性も資金も人材も違いすぎて勝負になりません。そこで僕は初心者には超特化ブログを作ることをお勧めします。これが2020年以降のスタンダードになると考えています。雑記ブログや今までの特化ブログのような3年前のやり方や考え方を実践しないように注意してください。雑記ブログをやっている。特化ブログで100記事以上書いても全く結果が出ない。 そんな人は今日の動画を最後まで見てください。では早速解説していきます。業業業界界界にに転職したい安倍がでで働くく中にウェブ業界のリアルな雰囲気を聞く TV です雑記ブログをやっている初心者が多いです。僕は絶対にお勧めしません。特に2020年以降に雑記ブログをやるのはお勧めしません。理由は雑記ブログでお金を稼ぐのは難しいからです。雑記ブログでよく言われること。 雑記内で3つから5つにジャンルを絞れ、伸びたジャンルに注力しろ。このやり方を聞いて実践している人も多いはずです。しかしこの方法は収益化を目的とした話なら効率が悪すぎます。ほとんどの人が収益化までいかないはずです。この方法は3年前なら通用しました。しかし2020年は通用しません。実際にやっている人が一番感じているはずです。必死に記事を書いても上がっていませんよね。 収益化目的なら雑記では難しい。雑記と特価の100記事は意味合いが全く違います。雑記で5ジャンルで合計100記事書いた。特価で1ジャンルで合計100記事書いた。後者なら SEO で上がる可能性があります。しかし全社は SEO では上がりません。それは雑記ブログが1つのジャンルでは20記事しか書いていないからです。特価ブログで100記事書いても上がらない人はたくさんいます。 雑器の中の1ジャンルで20記事書いたぐらいでは上がりません。数年前に雑器を始めてうまくいった人を参考にしたらダメです。ブログをやるならやり方や考え方もアップデートしてください。数年前のやり方では通用しない。先日僕は引き算思考の動画を公開しました。初心者はジャンルや記事数を増やしたがります。しかしそれだと結果的にうまくいかないことが多いです。 今回強調したいのはジャンルやコンセプトを絞る重要性です。ジャンルやコンセプトを広げると必要な記事数が増えます。それは初心者にとって大きな障害になります。大規模なブログを運営するのは非常に難しいです。最近の僕はジャンルやコンセプトを狭く深くしろとよく言っています。すでに特化ブログをやっているから自分には関係ない。そう思っている人もいるはずです。 僕は一般的な特化ブログでもコンセプトが大きすぎると思っています。特化ブログの例。英語、子育て、副業、不動産、ダイエット。こういう特化ブログをやっている人が多いです。これだと扱うテーマが広すぎます。これらはどれもうまくいけば月数百万円以上の売り上げを狙えるものです。月数万円を目指す初心者が扱うものじゃないです。ちゃんとやるならサイト設計、キーワード選定、記事設計が必要になります。 ブログ運営に知識、技術、経験が求められます。そんな大きなブログ運営を初心者ができるわけありません。だからみんな失敗します。特化ブログでももっと絞らないとダメです。というか絞る方が絶対に本人も楽です。コンセプトを絞れば少ない記事数でブログが成立するから記事を書くのも楽です。これからは特化ブログではなく超特化ブログを作ってください。コンセプトを絞った超特化ブログ。 ここではっきりさせておきたいことがあります。記事数と SEO は無関係です。300記事の低品質な記事と30記事の高品質な記事。SEO で評価されるのは後者です。低品質な記事を何百記事書いても SEO では評価されません。記事数はドメインパワーに影響しませんかそんな質問をされることがあります。ドメインパワーにおいてプラスになるのは高品質な記事だけです。低品質な記事が増えるほど SEO にはマイナスです。 クローラーが巡回しにくくなるからです。月数万円程度なら50記事以下で十分です。むしろそれ以上に記事を増やしてしまうと失敗する確率が上がります。50記事の質をどこまで上げられるかが重要です。記事の質を高めるために最初は記事数を目安にしても OK です。しかし、いつまで経っても記事数しか頭にない人が多いから注意してください。低品質なは SEO でマイナス 2020年以降にブログで稼ぎたい初心者には超特化ブログをお勧めします。雑記ブログや一般的な特化ブログで稼げたのは2、3年前の話です。今からそのやり方をしても稼ぐことは難しいです。実際に稼げていない人がたくさんいるし、あなたもその一人じゃないですか。ここからは超特化ブログの例を解説します。今回はサッカーというジャンルを例に解説します。特化ブログではサッカーというジャンルでブログを作ります。 さっきも解説したようにこのやり方だとほとんどの人が失敗します。それは最低でも数百記事はないと成立しないブログだからです。サッカーの専門書は山のように販売されています。そのくらい必要な情報があるということです。サッカーの悩みを本当に解決しようと思えば数十記事程度ではどうにもなりません。思いつきで記事を書いてどうこうなるものじゃないです。例えばブログ内には次のようなカテゴリーが必要になります。ドリブル、パス、シュート、 ヘディング、ウォーミングアップ。ブログ全体でどんな記事がどのくらいの数必要で内部リンクがどうなっているのか。さらに全記事の検索順位をチェックして定期的に記事を修正する必要があります。そんなことをサッカーという広いジャンルのブログで初心者ができるわけありません。でもやらないと稼げません。ジャンルやコンセプトを広げると自分が大変になることに気づいてください。超特化ブログでは特化ブログの中でもさらにコンセプトを絞りましょう。 ジャンルがが多いと記事の管理が大変サッカーの中でもドリブルだけに特化したブログこういう超特化ブログを作りますドリブルに悩む人ならそんなブログがあったら読みたいはずですサッカー全般を解説したブログドリブルだけに特化して解説したブログドリブルに真剣に悩む人は後者を読みたいはずです超特化にすれば必要な記事数を減らすことができます サッカー全般を扱ったブログで100記事。これは読まなくても内容の薄いブログです。サッカーのように広いテーマを100記事では解説できません。それがドリブルだけを扱ったブログで50記事。相当専門的なことまで書けます。記事数が半分になったのに提供できる価値は大きくなります。必要な記事数も減るからまとめ記事や記事群も考えやすくなります。ジャンルを絞れば専門性が上がり読者満足度も上がります。 結果的に SEO で上位表示することにつながります。ジャンルを絞ることにはメリットしかありません。大きなテーマだと読者に価値を感じてもらいにくいです。それは記事数がたくさんないと内容が薄いブログになるからです。例えば結婚をテーマにした特化ブログ。読者はこういうブログにはほとんど価値を感じません。なぜならゼクシーなどの超大手がいるからです。結婚に関する情報を知りたければゼクシーを見る方がいいです。 信頼できるしお金をかけてコンテンツも作られています。お金もノウハウも人材も豊富な超大手。一方、匿名の個人。コンテンツの量も質もブランディングも勝負になりません。そこで勝負を挑んでも勝てるわけがないです。大きなジャンルでの情報発信は資本力のある企業に任せましょう。個人ブログで稼ぎたいなら超特化で一点突破するしかないです。大きなジャンルでは大手企業に勝てない。 例えば結婚ではなく結婚式費用の超特化ブログ。結婚式費用に悩んでいる人はたくさんいます。ゼクシーも結婚式費用だけをそこまで深掘りできません。結婚全般を広く扱わないといけないからです。超特化でごく一部のジャンルなら個人でも勝ち目が出てきます。結婚式費用の悩みをどこよりもわかりやすく網羅的に解説します。価値を感じてくれる人は確実にいるはずです。 結婚全般では勝負にならなくても超特化にすればそこだけで勝つことは可能です。個人が勝とうと思えば狭い範囲で読者に寄り添うコンテンツを作りましょう。超特化ブログを作ったら記事の質を徹底的に高めます。記事を書く、検索順位をチェックする、記事を修正する。これを全記事で徹底的に繰り返してください。こうすることで狭いジャンルだけど SEO でも上位表示を狙えます。 ある程度 SEO で上位表示できたら同じブログ内で横展開しましょう。ドリブル特化ブログだったら次はシュートに広げます。超特化ブログを少しずつ広げていくイメージです。これを繰り返すことで専門性も読者満足度も高いブログを作ることができます。最終的にはサッカーという広いジャンルでの上位表示も目指せます。最初から大きな特化ブログを作ろうとすると初心者は確実に失敗します。 小さな超特化ブログを作れないのにそれより大きな特化ブログを作れるわけがないからです。今のブログや SEO の根底にあるのは読者満足度の高いブログ作りです。読者満足度の高いブログを作れない限り SEO では上位表示できません。まともな超特化ブログを作れなければその先はないです。ジャンルを広げても難しくなるだけです。ひたすら記事を書く。これを思考停止で繰り返す人が多いです。このやり方で失敗している人がほとんどです。 記事数がが重視さされるるる。時代は完全に終わってていい。のでで注意してください超特化で成果が出たら横展開する今日は超特化ブログのメリットと作り方を解説しました初心者が雑記ブログをやることはお勧めしません2020年以降雑記ブログでお金を稼ぐのは難しいです3年前に雑記でうまくいった人を参考にしない方がいいです雑記を選択すると自分が大変になるだけだからいいことはないです 初心者が稼ぐために重要なことはジャンルとコンセプトを絞ることです。僕は一般的な特化ブログでもジャンルが広すぎると考えています。例えば英語の特化ブログ。初心者はこういうブログを作ったらいけません。なぜならこれは月数百万円以上が狙える大きなジャンルだからです。月数万円を目指す初心者が扱うものじゃないです。特化ブログではなく超特化ブログを作ってください。例えばサッカーではなくサッカーのドリブルに特化したブログを作るイメージです。 サッカー全般を扱ったブログで100記事。これは読まなくても内容の薄いブログです。サッカーのように広いテーマを100記事では解説できません。ドリブルだけを扱ったブログで50記事。相当専門的なことまで書けます。記事数が半減しても読者に提供できる価値は大きくなります。必要な記事数も減るからまとめ記事や記事群も考えやすくなります。ジャンルを絞れば専門性が上がり読者満足度も上がります。結果的に SEO で上位表示することにつながります。 ジャンルを絞ることにはメリットしかないです。特に月数万円程度の売り上げを狙う初心者は絶対にジャンルを絞ってください。個人が SEO で戦うなら1点突破しかないです。数年前までは一般的な特化ブログでも1点突破できました。しかし2020年以降はそれが難しいです。これからは超特化ブログで1点突破することをお勧めします。超特化ブログを作ったら記事の質を徹底的に高めてください。記事を書く、検索順位をチェックする、記事を修正する、 これを徹底的に繰り返してください。超特化ブログで月数百万円は目指せません。しかし、月数十万円程度なら十分狙えます。月数万円を目指す人が月数百万円を狙えるブログを作る。非効率だし結果を出せる人はほとんどいません。自分の目標から逆算して戦略を冷静に考える必要があります。2020年以降ブログで稼ぎたい人は超特化ブログを作ってください。では今日の解説は以上です。今日のアデメモです。 雑誌や特化ブログで稼げたのは数年前まで初心者が稼ぐには超特化ブログジャンルを絞って1点突破する例えばサッカーではなくドリブル専門ブログ50記事以下にして記事の質を高める成果が出たら横展開してジャンルを広げる最後までご視聴いただきありがとうございました今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいですこの動画に関する質問はコメント欄で受け付けていますお気軽にコメントをしてください コメントは参考になったのような一言でもすごく嬉しいです。お気軽にコメントを残してください。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しています。良ければチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。